ロックインジャパン2024ナンバーアンダーラインアイ、音楽の魔法で観客を魅了。一体感と感動が最高潮に達したライブ。ロックインジャパン2024というイベントは、音楽好きにとってまさに夢のような場所です。特に今年のフェスティバルは、例年にも増して多くの人々を魅了しました。その中心にいたのは、ロックバンド、ナンバーアンダーラインアイです。彼らのパフォーマンスは、まさに圧倒的で、観客を熱狂の渦に巻き込みました。このフェスティバルに参加するたびに、私は音楽が持つ力、そしてライブが生み出すエネルギーを再確認させられます。しかし、今年のロックインジャパンには特別な何かがあったと感じます。それは単に音楽の素晴らしさだけでなく、そこに集まった人々の反応や、一体感が特別な雰囲気を生み出していたからです。参加者の中には、新たにこのフェスティバルに参加した若者や、普段あまり音楽フェスに行かない男性たちも多く見受けられました。彼らの反応は、新鮮で、時に驚きに満ちていました。例えば、ある青年は、普段はロックをあまり聴かないと言っていたにもかかわらず、ナンバーアンダーラインアイのライブが終わる頃には、完全に彼らのファンになっていました。その瞬間、彼の目には、音楽が持つ魔法が映し出されていたのでしょう。私はこのような瞬間に立ち会うことができたことを、とても幸せに思います。ロックフェスティバルは、単に音楽を楽しむ場ではありません。それは、新たな出会いや発見の場でもあります。特に、今年のロックインジャパンは、そのような瞬間に満ち溢れていました。参加者たちは、それぞれの理由でこの場所に集まり、そして音楽を通じてつながっていく。これこそがフェスティバルの本当の魅力なのかもしれません。また、今年のロックインジャパンは、その運営の細やかさや、参加者への配慮も際立っていました。公式から提供されたセットリストや、写真の公開は、多くの参加者にとって嬉しいサプライズだったでしょう。これらの小さな気配りが、フェスティバル全体の満足度をさらに高める要因となっていました。しかし、それ以上に印象的だったのは、観客たちが自分たちで体調管理をし、熱中症や疲れを防ぐために積極的に対策をしていたことです。昨年のサマーソニックでの出来事が、多くの人々の記憶に新しい中、今年のロックインジャパンでは、そうした事故がなく、無事に終わることができたのは、参加者一人一人の意識の高さのおかげです。特に暑さが厳しい中でのイベントは、常に危険が伴います。私は以前、BE:FIRSTのライブに参加した際、屈強な男性が熱中症で倒れてしまうのを目の当たりにしました。その時の恐怖と不安が、今回のロックインジャパンでも頭をよぎりましたが、幸いなことに、今年のフェスティバルではそのような事態は発生しませんでした。これも、参加者全員がフェスティバルを心から楽しむために、自己管理を徹底していた結果だと思います。そして、そんな参加者たちを見守り、支えていたのが、ステージ上のアーティストたちです。彼らは、観客と一体となって、最高の時間を作り上げていきました。特に、ナンバーアイのパフォーマンスは圧巻でした。彼らのステージングや、観客を引き込む力には、ただただ感服するばかりです。前方エリアの抽選に当たった幸運なファンたちは、まさに至近距離でそのパフォーマンスを堪能することができたでしょう。ステージから放たれるエネルギーは、観客一人一人に届き、その場を一つの大きな感動で包み込んでいきました。また、ナンバーアイのライブでは、セットリストが発表された瞬間から、ファンたちの興奮がピークに達しました。特に、ノイエスという曲がトレンド入りしたことからも、その人気の高さが伺えます。この曲が流れるたびに、観客たちは一体となって歌い、踊り、その場を盛り上げていました。さらに、バナナという曲では、その可愛らしさに多くの観客が魅了されました。ライブが進むにつれて、観客たちの歓声は次第に大きくなり、ついには会場全体が一つの大きな声となって、ナンバーアイを応援していました。その瞬間、私の音楽が持つ力を再確認しました。それは、言葉では表現しきれないほどの感動と興奮を伴うものでした。また、今回のロックインジャパンでは、男性ファンの姿も多く見られました。普段は女性ファンが中心のナンバーアイですが、今回のライブでは、
男性ファンたちも大いに盛り上がっていました。彼らの姿は、ナンバー愛がいかに幅広い層に支持されているかを物語っていました。そして、彼らの歓声は、ステージ上のメンバーたちにも大きな力を与えていたことでしょう。このようなファンとの一体感が、ナンバー愛のライブをさらに特別なものにしていたのだと思います。音楽フェスティバルというものは、単なる娯楽の一環ではありません。それは、そこに集まる人々の心を一つにし、新たな絆を生み出す場でもあります。今年のロックインジャパンは、まさにそのような場所でした。そして、その中心にいたのが、ナンバー愛です。彼らの音楽は、多くの人々の心に響き、新たなファンを生み出しました。その影響力は、今後も広がり続けていくことでしょう。今回のフェスティバルを通じて、私は改めて音楽の素晴らしさを感じました。それは、時に言葉を超えた感動を与え、人々をつなげる力を持っています。そして、その力が最も強く発揮されるのが、ライブという場です。音楽が持つ魔法を、これからも多くの人々に伝えていってほしいと思います。そして、ロックインジャパンという特別な場所が、今後も音楽好きにとっての聖地であり続けることを願っています。今回のフェスティバルが、参加者一人一人の心に深く刻まれ、また次のロックインジャパンで再会できることを楽しみにしています。ナンバー愛、そしてその他のアーティストたちが、これからも素晴らしい音楽を届け続け、ファンたちとの絆を深めていくことを期待しています。次のフェスティバルで、また新たな物語が生まれることを信じています。最後に、このフェスティバルが私たちに与えてくれた感動と、音楽が持つ無限の可能性に感謝しつつ、次回のロックインジャパンを心待ちにしています。そして、音楽の力が、これからも多くの人々の心に響き続けることを願ってやみません。ナンバー愛のパフォーマンスは、今年のロックインジャパンを語る上で欠かせない存在でした。彼らがどのようにして観客を魅了し、ステージを盛り上げたのか、その秘密に迫ることで、私たちは音楽が持つ力の真髄に触れることができるでしょう。それは、単なるエンターテイメントの枠を超えた、心と心をつなぐ瞬間でした。そして、その瞬間が、私たちにとっての一生の宝物となることでしょう。これからも音楽が私たちの心に寄り添い、日常を彩ってくれることを信じています。そして、その中心に立つアーティストたちが、これからも素晴らしい音楽を届け続けてくれることを心から願っています。音楽というものは、私たちの日常において単なる背景音ではなく、時に人生の節目に寄り添い、または新たな道を切り開く力を持っています。それを強く感じたのが、今回のロックインジャパンでした。フェスティバルは、単なる音楽の集まりではなく、人々が共鳴し合う場所です。音楽を通じて新たなつながりが生まれ、共に時間を過ごすことで深まる絆が、会場全体に満ちていました。ナンバーアイのステージングも、そうしたつながりを意識したものでした。彼らの音楽には、リズムやメロディーの美しさだけでなく、歌詞に込められたメッセージが強く響きます。聴衆はそのメッセージを受け取り、自分自身の人生と重ね合わせることができるのです。特に今年のロックインジャパンでは、ナンバーアイが演奏した新曲、サマーエンドが大きな話題を呼びました。この曲は、夏の終わりをテーマにしたもので、どこかノスタルジックな雰囲気が漂っています。ライブでこの曲が始まった瞬間、多くの観客が感情を抑えきれず、涙を流している光景が見られました。その涙は、ただ単に楽曲の美しさに感動しただけではなく、自分自身の過去や思い出に触れることで生まれたものでしょう。また、フェスティバルのもう一つの魅力は、予想外のサプライズです。今年のロックインジャパンでも、そのような瞬間が多くありました。ナンバーアイが突然、未発表の曲を演奏するというサプライズもその一つでした。観客は予期していなかったその曲に驚き、そして喜び、会場は一瞬にして歓声に包まれました。音楽フェスティバルの魅力の一つは、こうした、今ここでしか味わえない瞬間にあります。それは、ライブならではの緊張感や高揚感、そして一体感がもたらす特別な体験です。フェスティバルに参加することは、一種の冒険でもあります。
何が起こるかわからない。だからこそ、その場にいるすべての瞬間が貴重で、心に残るものとなります。私は、今年のロックインジャパンでそのことを改めて実感しました。そして、これからも音楽が私たちに新たな驚きや感動を与えてくれることを楽しみにしています。ナンバーアイのメンバーもまた、このフェスティバルで得たエネルギーを糧に、さらなる高みを目指していくことでしょう。彼らは常に進化し続けており、次のステージでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、今から待ち遠しい限りです。そして、その進化の過程をファンとして見守り、共に歩んでいけることは、何よりの喜びです。今回のロックインジャパンは、ナンバーアイだけでなく、他のアーティストたちも素晴らしいパフォーマンスを披露しました。彼らの音楽に触れることで、私たちは多くの新しい発見を得ることができました。音楽は、多様でありながらも、どこかで私たちの心をつなげる共通の言語です。どんなジャンルであっても、その根底にある感情やメッセージは、私たちに何かを訴えかけてきます。